行きます。交代。行くぜ。おう、任せろ。遠隔攻撃気をつけて。一息つけそうだな。やれやれ、聖職者が話も聞かずにってか。メッセルダムじゃ協力できたんだ。懺悔くらい聞いてくれてもいいと思うが。ああ、てめえらにも事情はあんだろ。そのくらいは分かってる。だがとにかく時間がねえ。奴が本格的に動き始めてからじゃ遅すぎる。こっちの要求は2つ。今すぐ手を引け。そして破壊の目的と居場所を教えやがれ。悪いがどっちも飲めねえ。いや、飲むわけにはいかねえな。なるほど、それもまた事情のうちというわけですね。ですがそうなるとやはりこちらが取れる手段は一つです。貴殿らが下報たるや否や、この手で直接確かめるしかあるまい。やっぱりこうなるのね。仕方ねえ、全力で食らいつくぞ。いいぜ、かかってこいや。破壊の居場所、吐いてもらうぜ。まずは見極めるとしましょうか。見せてもらおう、貴殿らの器を。頼む、アリエス。青き刃よ、切り刻め。フィーバータイムだ。迎え撃とう。聖殿よ、我らに加護を。せい。懺悔しな。チャンスだ。
ストチャンス。消えろよ、マリオ。ブーストゲージリミット解放。このバカ野郎どもが。決めろアーロン。女神の皆において。それ、やっ、我が深淵にて凍えし氷炎の刻印よ。チャンス。ブーストゲージ上限アップです。チャンスだ。今だ。決めろアーロン。いや、あなた方は王院展開、介護せよ、ジャッジサンドロス。借りは返すぜ。行け、ナーディア。フィーバータイムだ。おまけだ。女神の皆において。もしも、セリスさん、やはりこれは。てめえら。我が深淵にて凍えし氷炎の刻印よ。かの者らの汚れを焼き払え。ん？
しても、もし彼らの処置を受けてなかったら。想像したくもねえが。この施設、もしかしてこの島全体とも関係が。バンさん、アニエスたち。あら、まあ。てめえら、来やがったのか。懐かしい話だぜ。島巡りツアー最後のチェックポイント、せっかくだからこの目で見届けようと思ってな。ああ、ウイルスのことなら心配ないぜ。おじさんはとっくに抗体を持ってるんでな。やめろ。それ以上レーンを傷つけるのは僕が許さない。彼女の痛みを、傷跡を、もう誰にも暴かせるものか。レン先輩、あーちゃん違う、あれはレンちゃんじゃない。植物、どこかで。またか。
朝からちょいちょい様子がおかしなる思うてついてきてたけど、これもダンさんの仕込みのうち。ほんと仕方ない人やね。アークライド、邪魔しようってんならただじゃおかねえが、旦那のことだ。そっちも仕込みは済んでやがるみてえだな。ふんふん、そういうことだ。さあ一緒に乗り越えるとしようぜ、裏解決や。じゃなきゃ分かってるな。仕方ねえ。ただしこっちは利用するだけだ。黄金鳥と痩せ狼を抑えて蓮を落ち着かせるまでな。はいはい、了解。近づくな。蓮は僕が守るんだ。蓮先輩、やっぱりあなたは。とにかく一度沈める必要があるでしょう。やろう、あーちゃんたち。ああ、あいつを取り戻したいなら。わかりました。行きます、先輩。気合を入れなさい。レンは僕が守るんだ。詳しく話を聞かせてもらおうかな。旦那、アークライドも覚悟しろや。てんじゃねえ。ダンさんもノリノリやね。続けやバン。上限突破だ。あんないよ。せいせい。今のうちにあの端末を。分かった、お任せください。なあちゃんも手伝うかな。待て、やめろ。それがなくちゃ。レオ、いいの、もう守ってくれなくてもあなたは十分。私を、レンを守ってくれた。話せなくなっても心のどこかでこの場所をはっきり思い出せないよう記憶に蓋をしていたのもあなたなんでしょう。僕は記
消えてしまう前に、最後の最後にひどいことを言った。君が悪いんだ、どうして僕を殺さなかったって。悪いのはこの場所で、あの大人たちで、誰よりも一番傷ついていたのは一人になってしまった君だったのに。大丈夫、気にしてないわ。ずっとずっと感謝していた。あなたが、あなたたちがいたから、レンはレンのままでいられた。そしてヨシュアに、レーベ、パテルマテル、エステルに、ピータに出会えて、バンさんやアニエス、たくさんの人たちと出会って、私は、私になれたんだから。レン、そうか。君は今、幸せなんだね。ええ、とてもね。端末、機能停止。ざっとこんなもんかな。だったら、よかった。もう、心配しなくていいんだね、僕たちの連。どうか、これからもずっと幸せに。ありがとう、クロス。先輩。大丈夫、少し疲れただけだから。戻りやがったか。これでダンさんの企みは、いや、むしろ始まったんやろか。さすがはレイティ、伊達に付き合いは長くね。これにてツアーは終了。裏解決や諸君もご苦労だったな。一つ聞かせろ、あの呪いのウイルス、あんたが仕込みやがったな。まさか。抗体はすでに持っているとか言ってたが。ああ、誤解するなよ。俺は軽く手を加えただけだからな。もともとこの場に渦巻き、最悪の呪いと化していた連中の怨念、そいつを高度化して培養していた殺人ウイルスに書き込んでみたわけだ。完全に副産物だが、バイオ兵器としちゃ悪くねえ出来。そのうちまたどっかで活用できるかもな。化学兵器に続いて。けど、やろう、また。待ちなさい、好き勝手引っかき回しといて。むしろこれからだぜ。毒ガスも夜までには解除されんだろう。せいぜい最後まで楽しんでいってくれや。逃げられました。もはや逃げ込める場所なんざそうは残ってねえはずだ。あとはてめえらで勝手にしろや。バルタ、レティモ、ありがとう、付き合ってくれて。あくまでダンさんを追いかけるついでやったしね。ほな、レンのことよろしゅうな。レン先輩、大丈夫みたいですね。もう平気よ、心配かけちゃったみたいね。首都のハンマカでもそうだったけど、後輩にみっともないところを見せてばかりだわ。そんなことありません。先輩が背負ってきた傷も業も、今の先輩を作ってきたもののはずです。先輩の中にいた人だって、
あんなにも先輩のことを思って目をそらさずにちゃんと向き合ってきたから、それをみっともないなんて言わないでください。アニエス、そうね、ありがとう、叱ってくれて。熱です。大丈夫、何でもないから。なわけねえだろ、すぐビラに運ぶぞ。エスメレー准教授にも連絡を。
悪いな、カトル。詳しい話をしてやれなくて。だがお前は俺とは違う。とっくに立ち直れているはずだ。大切な家族と巡り合ったことでな。それが僕の私のよう待ってたぜ。あんたはようやく目覚めたみてえで何よりだ。もう分かってるんだろう。お前さんがこの世界の異物だってことは。ここまで仕込んだ最大規模の劇場型犯罪のクライマックスを彩る最後の鍵。さて、今こそ見届けさせてもらうとしようか。カトルさん、あんな状態で一体どこに。考えすぎだといいけど、破壊が関与している可能性も考えた方がいいわね。ともかく怪しい場所があるとすりゃ